センター増沢、センター
フ背番号26。9番ショート丸山、ショート丸山、国士舘大学背番号0。ただいまの宮城選手のホームランに対しまして、ホームラン賞が三菱自動車株式会社より贈られます。6番サード西林、サード西林、横浜商科大学背番号31。レフト内山、明治大学背番号9。
Yeah.
ただいまの坂本選手のホームランに対しまして、ホームラン賞が三菱重工業株式会社に贈られます。Thank you.
喋りますけど、はい、6番サード西林。Thank you.
ッチャー西島に代わりまして伊藤、ピッチャー伊藤、中部学院大学背番号15。指名打者宮内。6番サード西林。
7番レフト内山。Thank you.
9番ショート丸山。5番ファースト庄司。はじめに優勝旗が伊勢市教育委員会スポーツ課沖塚課長より贈られます。次に神宮市長優勝杯が神宮市長広報室音羽課長より贈られます。
日本野球連盟東海地区連盟優勝杯が日本野球連盟東海地区連盟森本副会長より贈られます。次に毎日新聞社優勝杯が毎日新聞社津市局斉藤支局長より贈られます。続きまして伊勢神宮崇敬会賞が伊勢神宮崇敬会渡辺事務局長より贈られます。次に松阪市優勝記念品が松阪市教育委員会スポーツ課利根課長より贈られます。なお、副賞といたしまして、王子ネピア株式会社より、アナセレブ3ケースとトイレットロール2ケースが贈られます。NTT 東日本は初優勝でございます。続きまして、準優勝のホンダ鈴鹿に対し、各賞が贈られます。選手の方は2名前にお進みください。はじめに日本野球連盟東海地区連盟準優勝杯が日本野球連盟東海地区連盟森本副会長より贈られます。次に伊勢神宮崇敬会賞が伊勢神宮崇敬会渡辺事務局長より贈られます。なお、副賞といたしまして、王子ネピア株式会社より、プレミアムティッシュ1ケースと、トイレットロール1ケースが贈られます。続きまして、日本野球連盟、東海地区連盟より、個人賞の表彰を行います。表
賞は日本野球連盟東海地区連盟田中専務理事より贈られます。最高殊勲選手賞は NTT 東日本丸山正史選手です。丸山選手にトロフィーが贈られます。以上をもちまして伊勢神宮奉納社会人野球